どうもこんにちは、森ちんです。今ですね、上位のネルギガンテの方に行って砲玉を集めに来てたんですが、1回目のね戦闘でなんとか出てくれました。めちゃめちゃ気持ちいいです。嬉しいです。ということで、なぜ、今ネルギガンテの砲玉を取りに行ってたかというと、このね達人の戸籍3を作ろうと思って、今つけてる装備に入れるとね、あの見切り7まで伸ばすことできるんで、これでだいぶ会心率上がってくれるかなって。今ドラケン装備をしてるんだけど、昔はその渾身を入れて会心なるべく 100% ぐらいまでやってっていう風にねしてたと思うんだけど、今ね渾身は弱くなってしまって、見切りがちょっと強くなったんでね、見切り上げるのがまあベストかなっていう風に思うので、まあちょっとこれ作っていい感じの会心率になってくれたらなと思って作ってたところでございます。さあこれで完成、そして装備ということで、これでいい感じですね。それではそろそろ本題の方に行こうと思うんですが、本日はですね、タイトルにもある通り不動の装備を取りに行こうと思います。僕はすでにね、アイスボーンのストーリーはまあ終わったって感じなのかな、アインシュワルダを倒したっていうところまでやってね、もうストーリー終わったってところまでやってるんですけど、まだ不動の装備を持っていませんでした。なので本日取りに行こうと思います。ほんと今更マジ本当にてかボックス見て不動の装備がないと思って、やべえ取りに行かなきゃっていう風に思ったぐらいで、持ってるもんだと思ってた。今までねプレ4版の方を2回やり直して、で PC 版の方もすでに1回僕ワールドの方のストーリーはやったりとかしてたんですよ。で今回またやり直して、で今これ4回目なのかな、通算4回目です、これ不動の装備取りに行くの。だからね、もう持ってるもんだと思ってた、だけど持ってなかった。だから今回は取りに行きます。いやまさか持ってねえとは思わねえよ、まったく。まあもう今更言ってもしょうがないんでね、この不動の装備が手に入るクエストを言ってしっかりと確保してこようと思います。頑張りましょう。はい、ということでやっていきましょう。一つね言い訳をさせてもらうと、PC 版って、はい、こっからちょっと後取りの森チンなんですけど、PC 版ってモッドのおかげで本当に楽できるというか、僕も結構その装飾品チートみたいなのは使ってたんですよ。まあ装飾品取るのは前々からめんどくせえから、PC 版出たらそのまあチートを使って集めるよって言ってたんですけど、そのせいでコリューとか全然狩らずに、ほとんど全ての装飾品を持ってるんですね。だからまああのあんまし狩らずにここまで来ることができてしまったというか、ドラケンに入れる装飾品集めも結構大変じゃないですか本当は。なんだけどそこら辺をやらずに来てしまったから、まあ今不動の装備を持っていないという、そういう状況ですね。あ、今の避けんのうまい。これ回避性能2だけで避けていくからね。いや今回ね、すごいなんかこう楽しく狩れたというか、これちょっと後取りだから言う話なんですけど、もう本当にアップデート様々、このジャストラッシュが強くなりすぎてて、もう上位の敵とかも本当もうボコンボコンですよ。ネルギガンテをその冒頭にやってきた時も思ったことなんだけど、マジで火力がとてつもないことになってる。ドラケンが強いのは当たり前なんだけど、片手剣本当に強くなってる、本当に強い。もうちょっと前にね、アインシュワルダ狩りに行った時とか、もう絶望してて、僕なんかもうどうしようみたいな、こんなんやってけんのかやって、もう弱ってんだよ。早くない？やばいよね。もう超気持ちいい。あれ？オドガルモスさんどうしたのって、いや今日ねこの動画双剣で撮ろうと思ってたんですよ。てかオドガロンって結構足速いから、先にその双剣で狩り行きつつ、でバルハザークに関してはまあ片手剣でもいいかなってのは思うんで、ね、そこで武器変えて片手剣に変えて、最初はもう双剣で行こうと思ってたんだけど、このスピードよ、もう最高。そして戻ります。やばくね、瞬殺なんだけど。いやさすがドラケンだな。一応今回ね装備ドラケンで、しかも見切りとかも上げてね、回心率上げて火力上げたつもりではいたけど、おお、この速度で狩れんのマジ、あーすごいわ、さすがドラケン。ドラケンの腕ってさ、なんか今でも使ってる人いるよね、プレ4版の方で。ね、なんか、何最新の装備というか、最新の構成とかでもドラケンアームアルファとかさ、まあ、確かにこれ強いんだけど、ニスロン2個で見切りと攻撃入っててすげえ強いなと思うんだけど、まだ使ってんのかよ、みたいなって思って。いや、ドラケンやっぱね、強いんだなって思いますね。いやまあだって僕も今ドラケン使って、だってストーリークリアまでやってってぐらいさ、ずっとドラケン使ってるもんな。それはまあ強えってことよな、そんだけな。よし、とりあえず乗るぞ。あ、待って、何これ、あれ、なんか普通に、あ、ダウン取れてる、いいね。これもマジ速攻で終わるんじゃない。まあでももう火力に関してはマスターランクでも余裕でやっていける火力だからな。まあそれはいけて当然か。
乗れっか。あ、惜しい。いや今乗れそうだったのにな。あれこれなんか普通に行けそうじゃない？いやこれ乗っちゃうか。うん、ありあり、乗っちゃう乗っちゃう。よし、オッケー。でもあれですよ、ドラケンはね上位で作れるし、で中の弾は上位時代のね匠玉とかね通撃玉とかでそういう弾ばっかだし、で武器は運営が用意してくれたこのなんだっけな、爆破属性の上位までで作れる武器ですから、なんか防衛隊のなんか新しい強いやつ、なんか何アイスボーンが出る前にこう救済措置的な感じで上位とかは楽々いけますよみたいな感じのね武器来てくれましたけど、その武器ですからね。だから火力で言ったら上位なんですよ。だけどこんだけの速度で枯れるっていうので、いやまあドラケン強えってことだよやっぱ。よいしょ。あー気持ちいい、マジで強い、本当に強い。もうどんどん乗りたいね。いやワンチャンね乗り名人のまんまでもいいかなって思ったんですよ今回、あの見切り3を入れずに。で乗り名人に入れてもうガンガン乗りまくってとかって思ったんだけど、まあ、でもねそれで考えたらまあ、いっぱい殴ってあげるのもね、このほらこのよいしょ。あちょ待って待ってね、いける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 、大丈夫大丈夫大丈夫。これでこうやってやってあげてぶっ飛ばしとか当ててで殴りまくった方がいいかなってね思ったわけですよ。なんで今回はねこの構成というか、ノリ名人とかを入れずにノリはあんまし決めずにもう殴りまくる構成でね来てるっていう感じですね。いやまあどっちも変わんねえんだけど多分そんなにそんな変わんねえ。乗れそうだな。いやもうなんかもうちょっと乗れそうな気がするんだけどな、あと一発ぐらいだと思うんだけど。あ弱った弱った、これねワンチャンね乗れる。いやーそこ外すのでかい、違うだろうお前、それはそこ外しちゃダメだよ。やっちまった。いやむしろあれだな、ここの落石当てられると思ったら結構いいのかもしれない。ここの落石当てちゃおう。ほら行け、うおー外すなんてこった、嘘だ。そこ外すのありえなす。じゃあもういいや、もうここ思いっきり殴ろう。多分これ乗れるでしょう。あれ違う、乗れない、あれ違う、あなんだ、あーそれか。なんかね上位の頃ってこのクラッチの隙なかったじゃない、だからなんか上位の敵をやるときにびっくりしちゃうんだよね、あれどうしたのみたいな感じで。あーお疲れ、はいえー、これめっちゃかかると思ってたのに6分で終わっちまった、やべえ尺が若干余ってるはずだこれマジかよ、うわー。まあまあまあでもいいな、うん、こんだけでサクサク枯れるってことだもんな。いやマジこの武器さ強すぎじゃない、ちょっと剥ぎ取りしてから武器の性能確認するけど、この防衛隊武器ねマジでやばい。あのどれぐらいやばいかっていうと、片手剣でいうとあのウルムアーミンみたいな、あれウルムアーミンじゃねえな、なんだっけな、なんかパウルム足の睡眠武器あったじゃない、あれともう攻撃力大体一緒みたいな、攻撃力が一緒でで白毛も普通に同じぐらいあって、でこっち爆破属性でみたいなっていう、そういう火力なんですよ。まあそのパオルムアッシュの武器の最終強化と同じってわけじゃなくて、その1段階ぐらい後ろだったかなのやつと同じぐらいの性能で、そんなのが上位で作れたらそれはサクサクいけるだろって、でしかもドラケン超強えしそれはいけんべんみたいな、まあそんな感じだったんですが、あサクサク枯れました、よかった、これで不動の総意ゲットでしょ、助かるん。さあそしてついに奈落にて君を呼ぶに行ってくれたんだね、ありがとう。これでえい不動の総意、何回撮ったんだ僕、動画でもなんか撮りに行った気がすんな昔。さあこれで4回目の取得ですね。まああとは不動の総意を下位にしたりだとかっていう作業になるわけなんですが、まあまたそれはねあの後でやろうかなと思いますので、今回はまあこんな感じで終わろうかな。いやーこれで不動の総意やっとゲットしたから、あの開幕片手剣でぶっ飛ばしするときにね方向でミスったりとかしてたんで、そういうのがなくなるんでね、ほんとこれから快適になると思います。まあそれに関してはあの片手剣のクラッチクローアッパーをうまいこと決めてあげればまあ決まるよってのはあるんだけど、まあ、ちょっとすごい難しいんでねそれってね、僕は不動の総意でねそこら辺は快適にやれたらと思います。ただね最近その最近というかアイスボーンの敵ね、特にバゼルギウスなんかはあの不動の総意殺しみたいな連続攻撃ドカドカドカってやってくるじゃないですか、だからなんかああいうやつと戦う時なんかはで個別にスキルで対処とかしていかなきゃいけないだろうなって思うし、あとなんだったら僕はあのあれ使いたいんですよ、アーニッシュワルダの防具、あれ 4V だか 5V だかつけると風圧耳
振動とか無効になるじゃないですか。だからあれとかね使ってみたいなと思って、アインシュワルドのスキルって確か装備つけてる間はで、その風圧耳振動無効みたいなだったかなと思うんでね、この滑空の装備と、まああと時間長いやつとかね、再展開早いやつとかの装備つけて、ね、使ったらすげえ面白いだろうなと思うんでね、今後そういうのもやってみたいなっていうふうに思います。ということで今回こんな感じでご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。